サンタクルーズ軍の位置サンタクルーズ軍は、アメリカ合衆国カリフォルニア州中部太平洋岸に位置する軍である。軍庁所在地はサンタクルーズ市である。サンフランシスコベエリアからは南にあり、モントレー湾の北側を占めている。2000年国勢調査で、の人口は25万5602人だったが、2010では26万2382人となり、 2.7%増加している地域的な統治機関であるモントレー湾地域政府協会の一員である。サンタクルーズ軍は1850年にカリフォルニアがアメリカ合衆国の州になった時からの軍である。当初の法律では1797年に設立されたスペインのプエブロの名前をとってブランシフォルテ軍と名付けられていた。軍内を流れる 主要河川のブランシフォルテ・クリークもこの名を冠している。それから2日月足らず後に、軍名はサンタクルーズに変更された。1791年に設立され1794年に刊行したサンタクルーズ伝道書は、1857年の地震で破壊されたが、1931年に小型版の複製が再建された。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、 軍域全面積は607平方マイルであり、このうち陸地は445平方マイル、水域は162平方マイルで、水域率は26.67%である。カリフォルニア州の軍の中で、サンフランシスコ軍に次いで2番目に小さな軍である。サンタクルーズ軍は、太平洋とサンタクルーズ山脈に挟まれ、モントレー湾の北側に、 幅約10マイルの帯状の形態をしている。大まかに4つの地域に分けられる。すなわち岩の多い北海岸部、都市部であるサンタクルーズ市、ソーケル、キャピトラ及びアプトスの並び、山岳の多いボニードゥーンとサンロレンソ川渓谷、及びワトソンビルなど肥沃な群南部の4地域である。農業地帯は北端と南端の海岸側低地に集中している。 海岸線の大半は崖になっている。運動編集群内には、サンタクルーズ都市圏交通地区のバス便が運行されている。サンタクルーズ都市圏交通地区とサンタクララバレー、交通局が共同で、サンタクルーズ市とサンノゼ市の間に、ハイウェイ17急行バスを運行している。グレーハウンドのバス便も軍内で利用できる。一般用途空港として、 ワトソンビル市民空港を利用できる。他の民間施設として、以前軍用だったモントレーワンアカデミー空港がある。商業便空港で近くにあるのは、サンノゼ国際空港、モントレー半島空港、サンフランシスコ国際空港及びオークランド国際空港である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。サンタクルーズ軍住人は、 教育水準が高い傾向にある。25歳以上の住人の38.3%は、少なくとも学士号以上を取得しており、全国平均の27.2%、州平均の29.5%より、かなり高い。軍内には、下記のような絶滅危惧種が生息している。4年生、大学、2年生カレッジ、サンタクルーズ軍は、アメリカ合衆国大統領及び、 連邦議会選挙で民主党の強い地盤である。大統領選挙で共和党が最後に勝ったのは1980年のロナルド・レーガンであり、過半数を取ったのは1968年のリチャード・ニクソンが最後だった。2008年の選挙では民主党のバラク・オバマが4対1に近い得票率で共和党のジョン・マケインを下した。軍内の都市、町及び未編入領域べてで、 民主党に登録した10人数が共和党のそれを上回っている。アメリカ合衆国下院議員の選挙では、カリフォルニア,ルニア州議会下院議員の選挙では、第27及び第28選挙区に入っている。どちらも民主党議員、カリフォルニア州議会上院議員の選挙では、第11及び第15選挙区に入っている。第11区は民主党。 第15区は共和党議員がそれぞれ務めている。2008年の明大8に関する住民投票で、軍内投票者の71.4%は法案に反対した。これは同性同士の結婚を禁止するためのカリフォルニア州憲法修正案だった。サンタクルーズ山脈のブドウ園ブドウ栽培とその醸造を合わせたワイン作りは、 サンタクルーズ郡の経済と文化で重要な役割を占めている。デイビッド・ブルース・ワイナリーとリッチ・ビニヤードのワインが1976年パリワイン品評会で入賞した。ありがとうございます。